アメリ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 チャンネル、さあ始まるよ。はい、おはようございます。エミリーこと松井です。さあ今日なんですけれども、小学生に戻りたい、はい、というわけで、あの小学校に来ました。あ、確かに、はい、2年前ぐらいに一度来させていただいたことあるんですけど、はいはい、6年4組っていうなんか学校の給食みたいなメニューが食べれるお店です。最高ですね。で、なんか2年ぶりにふと来たいなと思って、来たいな来たいな来たいなって思って来たんですよ。なんで怖い話するんですか。見て、ほら、あの2年前来た時に書かせていただいた私のサインもあります。エモいな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 。怖い話するんですか。なんか確かに駄菓子がここ食べ放題なんですよね、まず。なんか駄菓子食べた記憶があります。もうこの辺とかも全部ちゃんとしてるからさ、こういう歴史とかもちゃんとあるんですよ。だから本当に平安京に都をもう移すし、うん、普通に移したいなと思ったら移すし、うん、そんな規模じゃないんですよ。で、源頼朝が鎌倉に幕府を開きたいなと思ったら開くし、頑張ったんですよ頼朝も。普通に開くし、まあ簡単に開けない。え、それはだって開きたいんだもん、開かせてあげてよって感じ、はあ、で全然普通にそういう感じでさ、大日本帝国憲法が発布したいなって、最近発布してないからな、最近発布してないから発布しとこうかと思ったら発布するんですって。はい、こんな感じです。はい、なんかやっぱ可愛いな、学校って感じ。可愛い、ちっちゃく感じますね。ね、しかも個室っていうのがいいっすね。ああ、確かに広いっすね。ねえ、なんか母校って感じ。やっぱり原点はここだったので、やっぱ学校来たら帽子かぶらなきゃダメなんで、かぶろうと思います。黄色のキャップもあるし、赤白帽もあるんですけど、どれかぶってほしいんですか。え、なんかそのコスプレお願いする彼みたいな感じですか。もうどれかぶってほしいの。まあなしでも。しょうがないな、じゃあかぶるよこれ、はいはい、どうかな。どうかな、ね、恥ずかしい。なんで、もう本当そういうの好きだよね。あ、そっちバージョン。ウェイ。というわけで席行きましょう。はい、給食のメニュー頼みます。給食っぽいやついきます。もう絶対頼む。ミルメイク好きですね。ミルメイク、はい、私今日の目的も本当は決まってて、ミルメイクと揚げパンです。前駄菓子屋さんでも食べましたよね。そうなんですよ、好きで。マジでそのなんか生半可な気持ちとかじゃなくて、ちゃんと親に挨拶行きたい感じのやつです。ミルメイクの、ミルメイクの親に挨拶。なんて言うんですか。いつもお世話になってます。真剣にミルメイクさんのことを愛させていただいております。はい、長くこれからも付き合っていきたいので、はい、こうよろしくお願いいたしますって、こうちゃんとご挨拶に行きたいぐらい、やっぱミルメイクとは本当に仲いいですっていう語るエミリーさんの横に先生うんちって書いてますよ。いいんだよな。どれがさ給食って感じなんだろう。あったあった、ここだここだここだ。だからクジラとかでしょ、揚げパン、うん、あとは給食のカレーライスとかも美味しそう。確かに。寄り道、買い食いメンチカツ、部活帰りのコロッケ、ネーミングセンスいいな。そんな感じでちょっと適当に頼みますね。はい、というわけで頼んでいたものが全て来ました。やったー、すごい。じゃあ紹介していきますね。まず揚げパン一押し、ミルメイク一押しで、冷凍みかん大好きで、芋餅、これ給食出たの覚えてます皆さん。まあ、多分地方によりますねこれは。こっちは出ました。で、これコロッケ、クリームコロッケ、はい、クリームコロッケで、たくさんウインナー、めっちゃいいですね、美味しそう、はい、で、カレーライス、はい、で、なんかプラスアルファで型抜きみたいなのあって、型抜き今からします、ね、イカゲームだから、この型抜き失敗した瞬間にバーンですから。あ、そうなんですか。そうです。これちょっと最後にやりましょう。いただきます。あと、あゆみさん、これ給食関係ないけど食べたくて頼んじゃった、どうしても食べたくて頼んじゃった明太チーズ出し巻き。食べたすぎました。え、何からいこう。じゃあここからも思いのままにいっていいってことですよね。もちろんです。でなると、まずミルメイクだわ。欲のままですね。本当に大好きなんで。え、ミルメイクありました。ありましたよ。あ、そうなんだ。じゃあいただきます。 KP、すいません、ミルメイクもう一つください。はい、最高。怖いんですよ、幸せホルモンが分泌されちゃってんな、ガン決まり。やば、次のミルメイク早く来ない、禁断症状出ちゃってる。続いて選抜メンバー様に揚げパン、カリカリのやつかも。いただきます。うまい、でけえ声。運動調節ができなくなるぐらい美味しかったです。マジっすか。うんね、うん、これでいいっす今日。え、揚げパンとミルメイクで心はもう満たされましたっていうぐらいの満足度です。なるほど。うん、血の周りにつくのとかを気にせずに食べる揚げパン、マジ美味しいです。それ気にしてほしいんですけどね、僕は。本当？はい、うまっ。私、給食が揚げパンの日やっぱ楽しみでしたもん。熱した揚げパンだって食べ終わっちゃうもん。え、すごいですね。ちょっとあの絵見てください。あ、これ手がポンポンになっちゃった人。あ、青木くん、子供の格好でマジ可愛いです。うんふん、完食。これやばいな。で、一回ミルメイク挟みました。そうですね、普通に飲みますわ。はい、怖いんで本当に、あの一気に、うん、そうね、なんかお酒に行くよりワンちゃんなんか怖いですよね。確かにそうかもわからないです。やっぱりミルメイク行くシリアスの方がいないの周りに。
やっぱりミルメイク美味しく飲むことはよく混ぜることと愛情を持って話しかけることです。本当にミルメイクに、はい、はい、やっぱ伝わるんで、もう本当に大好きだよ、大好きだよ、本当に大好きだからねって感じにすると、うん、でもミルメイクがもうちょっと落ち着くんで、今やっぱいきなり連れてこられてカメラ回されて、はい、緊張してるんですよ。ギリギリの精神状態の中で生きてて、そういう時にこうやってちゃんと差し伸べて大丈夫大丈夫だよ、大好きだよ、大丈夫だよ、ついたついて絶対守ってあげるからね。どうなんですか、美味しくなるんですよ。緊張が取れて筋肉がほぐれてミルメイクが。それでも結局エミリーさんの欲望のためですよね。うん、美味しく飲みたいっていう欲のためになんか利用してません、その気持ちを。違う、本当に彼氏にかっこよくなってほしいみたいな感じで、ミルメイクにはもっとポテンシャルあるんだから美味しくなってほしいみたいな、そのポジティブな方です。はあ、怖いんですよ、めっちゃ混ぜるのが。なんか勢いでバッバッゴクだったらいいんですけど、混ぜる時間長いのがマジで怖いです。いや、本当にマジで混ぜたら混ぜるほどミルメイクで美味しいんですよ。だからこそ怖いんですよ。本能で言っちゃいました。なんか今お払いみたいなしました。今なんか手の動きかな、興味みたいな動きしました今、ね、T 君が。え、してないですよ。あ、手がちょっとなんか興味みたいな今なんかその見してますね。してないです。いきなりこうこんな動きするからミルメイク飲むの怖すぎてなんかやったのかなと思ってめっちゃ怖かったですけど、ね、もう一回お願いします。店員さんも動じないですね。うん、全然、まあ、美味しそうなご飯がたくさん、まずはたくさんウインナー、タコさんじゃなくてたくさんのウインナーなんだと思ったけど、ちゃんとタコさんになってるっていう遊び心と優しさです。ダブルミーニング。うん、めっちゃ美味しそう。懐かしいです。はい、赤いやつね。なんかもちろんこのウインナーが今世界で一番美味しいウインナーとかじゃないじゃないですか。でも懐かしさが相まってめっちゃ美味しい。うんうん、ホッとする。これお弁当に入ったら嬉しかったよなって感じの味です。確かに、ありがとうって感じ。安らぎを。安らぎ。カレー食べよう。給食でカレーの日も嬉しかったんだ。嬉しかったんだ。嬉しかったんだよ本当に。おかわりいっぱいしたよ。カレーってやっぱね子供好きですからね。いただきます。うん、うん、これは給食のカレーじゃない。ああ、違った。クオリティの高いカレーでした。本当に美味しいカレーでした。ただ、はい、この学校のコンセプトとは違います。美味しさの種類が違います。シェフみたいな美味しさしますもん。芋餅。芋餅出ました。私はこれになんかよくわかんないタレみたいなのがかかったやつがよく出ましたよ。ああ、なんかあったかも。うん。美味しそう。うんふん。というわけでミルメイク3杯目を。すごいですね。ほぼないそんなの。これはもうセンスないっす。うーわ。マジでミルメイクの良さに気づけないなんて本当その程度の男だったんだって思った方がいいです。本当にうちのカメラマンがそのミルメイクの良さ知らなくてとか言って、えやばいよ。あ、でもまあそれで今後それでカメラマンとして関わっていくんだったらそういう人だと思って最初から言った方がいい。嫌なんですけどみんな離れた方がいいと思ってるやつです、ね、そうでも離れた方がいいよね。いや、いそうとは言ってないよやつです。自分が責任取りたくないから。誰々に言われたから別れたって言われたくないから。そういうわけじゃないよ。普通など駆け引きです。なるほど。頂戴いたします。なんですぐなくなっちゃうんだろう。怖え。ずっと飲んでないのになんかすぐゾボゾボって言うじゃないですか。今人殺した人がなんかなんで死んじゃったんだろうみたいな感じですよ。なんで動かなくなったんだろうみたいな。つまんない。みたいな。つまんないな。なんですぐなくなっちゃうんだろう。怖い。もっと飲みたかったのに。めっちゃ怖。最高。ミルメイクお願いします。はーい。動揺隠しきれてなかったですね今。ついに。引っ越すんですよ。ちょっとミスりまして。え、自分が本当なのかでなんか某引っ越しセンターに頼んで、うん、ちょっとお見積もりをしたいのでみたいな、一度家に伺わせていただいて見させていただいてから見積もりしますって言われたんですけど、うん、ちょっとねその時バタバタしてちょっと忙しい時期だったので、あーみたいな、ちょっと家来てもらってちょっとがっつり見てもらわなくて大丈夫なんで料金とか多少高くなってもいいので、その一人暮らしの女性がだいたいこれぐらいっていうのでもうそれで大丈夫ですって言っちゃったんですよ、うん、見積もりなしでみたいな、うんうんうん、あーみたいな、まあ、そういう方もいらっしゃるんで大丈夫ですよみたいな、うん、じゃあそれで行かせていただきますねって話は終わったんですけれども、うん、引っ越し当日来てみたら一人暮らしの女性より明らかに物が多いってなって、だって部屋多いですもん。そうですよね、うん、で結論から言うと、すみません小型トラックで来たんですけれども全部入りきらないですってなって、マジでエミリンさんの話、半分ぐらいまだ物が持ってて不思議な状態になってて、マジでエミリンさんっぽい話ですねそれ。うん、あ、そうなの。引っ越し代も、まあ、言ってしまえば倍ですよね、うん、もう一回その半分の荷物を一人暮らしの女性分ぐらい運ばなきゃダメなんで、そうそう、ね、今ちょっと落ち込んでます。なんかこのくらい部屋があるんですけどとか言わないのがマジでっぽいです。そこ言っとけばよかったですもんね。そうですそうです。仕事的に物が多くてとかとかとか、とってこうやって成長していくんだな。4杯目のミルメイクです。チャラいな。今回のミルメイクはどんな風に私を楽しませてくれるのかしら。しかも味変えないですね。怖いもん。できるだけ長く楽しみたい所存ね。行ってきます。行ってきますって言った。早いな。
多分なんですけど、うん、さっき早かったですよ。1、2が早くて3ちょっと落ちたんですよ。また持ち直すっていう怖さ。少なかったから今回ないです。やめてください、なんか恥ずかしいね、これ言ったらそれ本当に体力がちょっとなかったかもしれないですね、今回の子は。見るのに個人差があるので、みんながみんな同じわけじゃないんですよ。ミルメイクお願いします。ですよ。そう言いましたね。結構これ動画用とかじゃなくて、ミルメイクだけずっと飲んでていいんだったら本当にずっと飲んでてたいです。でも私あれなんですよ、あのミルメイクね、家で100均で買ってもらえばいいじゃんって消費者の方によく言ってくださる、うんうん、もらえるから、うん、それ一回したんですけど、うん、マジで1日で全部飲み切っちゃって、うん、お腹壊しちゃうからやめました。理性が効かなくなっちゃって。めちゃくちゃ怖い。2袋買ったんだあの時、うん、100均のやつが1個に4個入りなんですよ。だから8飲んじゃって、まあ、今も大体そうっすもんね。この調子で1日いたらもう8いくじゃないですか。30分ぐらいで動いてますもん。そうそうそう、だからもう危険だなと思って、粉はね手出しちゃダメっすって。麻薬の話してますよ。この粉だけは本当に、この粉を本当に、ね、置いちゃうと理性が効かなくなっちゃって、ダメって分かってんのにもうでもグワーって牛乳に混ぜて飲んじゃうんですよ。なるほど。今いろいろ出てるじゃないですか、これと牛乳を混ぜるだけで美味しいラテができる液体みたいなやつとか、粉スティックタイプだったりとか液体タイプだったりとかいろいろあるんですけれども、うん、私ああいうのも好きで結構いろいろ飲んでみたんですけど、結局じゃあそっち系で何が一番美味しいですかって聞かれたら元祖ミルメイクなんですよね、うん、めっちゃ昔からあるのに令和のこの発達したご時世にまだ愛されてるんですよ。確かに、うん、昭和42年ですって。すごいな。大島食品工業株式会社、聞いたことないな。名古屋にあります。行きましょうかな。行きましょう。なんかそのありがとうございますの気持ちを持っていきたいです、うん、本当に聞きたいですね。何入れてんすかって。そういう人がそれに依存するような何か入ってないですかって。入ってます。言わないですよ、もし入ってても。ってぐらい魅力的ですね、うん、ミルさんとこのメイクさん。これ今日提供でしたっけ。なんで長く楽しみたいのにすぐなくなっちゃうの。怖いな。もうちょっと頑張ってほしい。なんでやってますちなみに。どうしてたってこと。はい、なんかその男性でいうとこの早漏みたいな感じなのかな。ミルメイクお願いします。はーい。なるほどですね。一回肩抜けしていいですか私。あ、そうだそうだ。これ怖いやつだよ。だってこれで死んじゃうんすよ、これミスったら。イカゲームの話ね今、うん、でもあの言わない方がいいな。あるんですけどね、必勝法が。ん、なんですって。詳しくイカゲーム見てください。でもそう思って一回やりますね。イカゲーム気分を味わいたいから。壊したら死ぬんだと思って一回やってみる。できるこれ。あ、死亡です。あこれバーンです。バーンですね。バーンです。じゃあデコピナケースが一応。あ、一応じゃあ。え、ガチやっていいですか。あ、じゃあガチやっていいですか。真剣に。はい、本当に数分やっていいですよ。リアクション弱。ちょっと痛いな。でも確かに痛みに強いんですよね。注射全然大丈夫なんで。もう若干痛いもんなんですね今。私が痛み強すぎですよ。痛注射の痛み全然好きですからね。注射をしたいって思うぐらい心地よいです。結構爪痛だけ。これ本当は 逆罰ゲームですね。もうちょっとミルメイク最後にしますわ。さすがにやばい。だって6本目いってんもん今私。怖っ。何リットルって時にだってこれ1個が牛乳何リットルとかですよ。だいたい200くらい。あ、200。あ、そんなあるんだ。なんでまあリッターは超えてます。やば。いや怖いですよ。牛乳1リットルって多分普通に1回の食事で飲めって言われたら地獄じゃないですか、はい、それをこんなに美味しく、むしろもっと飲みたいみたいな感じで提供してくれるのがミルメイクなんで。でもさすがになんかもうお腹壊すとか心配なんでこれで終わります、うん、でもだったら最後は長く楽しませてほしいと思ってます。はい、ちなみに僕飲んでるんですけど、まだこのケースよ、1杯目の。どういうか見たことない顔なんですけど。なんか全然いいんですけど、まあ最初からもうそういう人なんだなって。え、クビになります僕。いただきます。これで終わりたくない。これで終わりたくない。早く終わりそう。少ないな。早いはまだ分かるんですけど、少ないは怖いですよ。怖。ミルメイクお願いします。はーい。店員さん何か通んないですか。逆答えてほしいです。次で終わります。常用ドリンクにします。もう一気はしないです。 あ、ね、はい、ありがとうございます。もうこれ最後です。わかりました。はい、あの次言われてももう持ってこないでください。はははですよ。なんで持ってきちゃうんだろう。注文するからですよ。いいな。なんか学校っていいっすよね。やっぱ学校にいないと絵描いたりとか習字したりとかしないじゃないですか。学校にいたからすることっていうのがたくさんあって、うん、そういう学校にいたからすること好きなんですよね。私でも一番国語の本読みが好きでした。へえ、僕いっちゃん嫌いでしょ。マジで、うん、私一番嫌いな人がいて、国語の本読みの時に絶対みんなに聞こえない声で呼ぶ人。ああ、じゃあ反抗期とか恥ずかしさとかで分かるんですけど。あ、そっち。普通に読むだけなのに。困りました。なんちゃらなんちゃらで、なんちゃらなんちゃらで、先生聞こえないって言われて。困りました。なんちゃらなんちゃらで。男子ですね。いや、そうそうそう。その一連のやり取りめちゃくちゃ無駄じゃないですか、人生における。あれで言うと、うん、でも普通に
嫌なら嫌で嫌そうに読んでもいいから普通に読めばいいのに、うん、なんでそのよくわからない反抗の仕方をするんだろうって小学生ながらにずっと思ってて、真面目だったんで陰気だったんで、じゃあちょっと会いに行きましょうか今度。気まずちょっと冷凍みかん食べよう。冷凍みかん好きなんですよ今日病院行くんですよね。そう、今日これから入院です。人生初めての入院です、免疫治療で。だから、まあ、何があっても大丈夫なんで、私の体は一応病院にいるから。確かに。おいしい。おいしそう。米かい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 。米はどうですか。米かい。米かい。言ってないな。米かいって帰るってこと。今来たものがあります。何が来たでしょうか。頭痛。満腹。え、来たものがあります。うん、ヒントはモノスの表情、顔。まさかなんですけど、眠気。正解です。ちょっと待ってくださいよ。すっごい眠い。なんかいっぱいになったら眠くなっちゃうんだよな。いける？いけない？何が？7杯目のビルメイク、いける？いけない？っていうモニタリングです。モニタリングですよね。誰が見てるんですか？いやでも好きなんですよ、本当に好きなんですよ。味は欲しいけどお腹がパンパン。え、そう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 。なんかこの味はずっと舐めてたいです、できる。だから本当にごめんねみたいな、自信失わないでほしい。あなただから嫌とかじゃなくて、本当に私の胃袋に限界が来てる。でも私はあなたと一緒になりたいから、これからあなたを飲もうと思っている。それは大丈夫？はい、大丈夫です。分かってるようなことないですね。男の子だと思ってる、ね、僕はエミリーさんに飲まれたいと思って今日ここに来ました。覚悟できています。そうなのね、その覚悟しかと受け取ります。きつい顔しちゃってる。ごちそうさまでした。